まあ、彼らだって1年以上特訓してるわけですからね。そうね、あの我々も1年間ぐらいやってみたんですけどちょっと無理だったので、はいね、あの今回四角ボタンでお手軽に移動するというところをやっています。で基本は四角ボタンでワイヤーを張る、ワイヤーを刺すというところで、それは、戦闘モードと移動モードと切り替えて、移動モードだと、地形に刺して、戦闘モードだと、はい、あの巨人に刺すということをやります。なるほど、はい、今これ地面だからそのまま移動ですよね。そうですね、移動モードですね、はいはい。まあ、移動は、普通にスティックで歩けます、はい、これは、L スティックですかね、はいはいはい、歩けますけど今回は基本的には空中にずっといるようなゲームです。おー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 たたたたたおおあの方向がそうですか、出てるのは、そうですね、あのR1 ボタンで、はい、あの戦闘モードに切り替えられる時にあの黄色い、まあ、矢印が出るというところになります、はい、いいじゃないですか。で四角で移動しているのもワイヤーもですね、ちゃんと刺せるところを自動的に検知させてそこに刺してる。あ、実際だからあの地形のところでどこに刺せるのかなって自動で計算してやってるような、はい、なるほど、へえ。それは割とお手軽な操作感ですね、それね、操作性的には。確かにそれを考えながらやってたらゲームめちゃ大変だから、どこ狙ってやったら本当に無理なので、はい、振り回されてる、振り回されてる。これは今戦闘モードになっていて、はい、巨人にワイヤーを刺しています、はい、そのワイヤーを軸に、ガスとかこうワイヤー の, あの強弱を使いながら空中に浮いているような。よいしょ、もうなんかね、味方によってはあの巨人がタコを上げてるような感じで、ね、こっち向いてる、こっち向いてる、ね、うわ嫌だな嫌だな、狙われてる感じがして、隙を探してというかね。ああ、なるほど、まあ、攻撃してきたりもしますので、はい、まあ、隙を見つけて、でこの状態でスティックをニュートラルにすると、はい、近づいていくの で,、はい、で近づいては、まあ、動きを見て近づいた、はい、でこうなんか隙を見て、うん、味方捕まっちゃう。味方捕まったら今みたいに攻撃すると離れてくれるので、チャーン、まあ、隙を見て同じ方向を今、ね、あの巨人の首のあたりに水色の矢印みたいなのが、はい、なんか円形のやつついてましたけど、あれは何ですか。あれはですね、あのワイヤーの、強度というか、あのワイヤーが刺さってる間、はい、あのゲージがありまして、あのゲージが切れる、赤くなってゼロになるとワイヤーが自動的に外れてしまうっていうゲージです。後半になると外れやすくなってくるので、はい、そこら辺はあの前半の方がいいんですけど、後半は気にしながら戦わないとちょっとあの難しくなってくるっていう。すごいな、すごいな、この爽快感、めちゃ気持ちいいね。ねえ、うん、すごい、頑張りましたねこれ。あ、来た、何今の。今度は大きい方の巨大な巨人なので、はい、まあ、足とかですね、手とか、まあ、今度はロックオンを変えながら、ロックオン箇所を変えながらですね。あの赤いところがロックオンですね。そうですね。ロックオンはですね、はい、R スティックを、上下左右に切り替えると自動で四角で差し直すみたいな、差し直すみたいな。はいはいはい。基本は差すの、ワイヤーとにかく射出するのは四角ボタンが基本です。うわ。これセロいくつですか。セロは D でですね、17歳以上と、はい、ところを見なっています。おー、すごいな、両足と、もう膝と手もできたので、あとはうなじだけなので、はい、何もできなくなります。それで、まあ、ゆっくり切れば、はい、おー、 あー、結構アクション入るんですね、はい、そうだ、巨人だから人間じゃないですもんね。そうですね、はい、はい、あなたを見つけた人。いやー、気持ちいいね。いや、これ気持ちいい、これだけのモードがあってほしいな。いや、巨人がちゃんとでかく見えるっていうのが素晴らしいですね。うわ、また来た。このステージはチュートリアル的なステージなので非常に優しくなってますので、はい、十分見ててあのゆっくりこう何やってるか理解できるような形かなと思って、これがまあ実はね、はい、なると見てる方もなかなかついていけなくなるっていう。木にああやって引っかかると、あの当然ワイヤーが切れますんで、はい、抜けちゃうっていう。なるほど、まあ、あのだから街の中の建物とかでも同じようなことが起きます。なんかさっき掴まれた時あったけど、その時も話したらいいんですね。そうですね、掴まれると、味方が助けてくれるか、三角ボタンで連打して逃げるとかっていうことやらないと壊れてしまうというところなので、まあ、基本疲れたらまずいっていうふうに思っていただければと思います。なるほど。なんかワイヤー掴んでくるようなアクションもあったから。
そうですね、ずっとぐるぐる回ってるとやっぱりね、掴んできてますよ、うん、いやー今の気持ち悪い走りでしょほらほらほら、こういうやつ、こういうやつ、こういうやつ、あれは狙ってきたんですよね。まあ、こうチュートリアルなんであんまり掴まれることはないです。なるほど。ゲーム中はもうちょっと隙を見せる。で、気があるとやって今ワイヤー切れちゃうので、そこら辺は位置取りとかも考えながらプレイしていただけるといいかなと思います。これ刃の切れ味とかってあるんですか？はい、その左下にプレイヤーのゲージの類がいろいろ出てるんですけども、はい、今赤く点滅してるのが今ガスの方ですね。あ、上のやつですね、はい。で、その下の3つの白いやつがあれはブレードです。はい、ブレードの、まあ、こちらの方も原作の方でガスが切れただの、ブレードが欠けただのがありますけれども、はいはいはい、それを再現してしまう。なるほど。オレンジは、オレンジはですね、ですか、あれはですね、必殺技ゲージで、あれ今、溜まってる状況で R2 を押すと必殺技が打てると。まあ、反撃の逃しという形で、なるほど。逃しを上げるんですね。はい、円弾をね。円弾を上げて、はい、味方を一斉にその呼んで、その対象する、対象とする巨人に、ダメージは、大ダメージを与えるとともに、一定時間自分が、強化されて、ガスも減らなくなったり、ブレードもかけなくなるっていうのが、ちょっとゲームらしいところ、必殺技的な動画が入ってるというところ。あと、その間はブレードとかも消費しなくなる、消耗しなくなるので。今、黄色いゲージがあるんですよね。うわぁ一発。これ、体力みたいなものってあるんですか？基本的には体力という概念は今回なくてですね、ないんですね。回、まあ、基本的には巨人には本来一回でも捕まればもう、あ、捕まった捕まった、あれを助けないと捕まえたので、あれを助けると、はい、話してくれる。まあ、今回は何回か捕まれるまでは大丈夫。飛ばす対象、うわうわ、なぜこの腹のアップからいく気持ち悪さの演出です。わかるわ、素晴らしい素晴らしいな。こっからのこっち見て、こっち見ました。この笑顔か何かわからん。見て、怖いよ。まあ、いろいろ任務をこなしていくとですね、まあ、最終的なこの攻撃対象出てくる。出たこの発見。ボスですね。で、今左の方に顔が4つほど出てると、はい、あれは味方を引き連れてるようなことになってまして。まあ、自分が捕まえたり自分が攻撃対象にしてる敵に一緒に戦ってくれるっていうことです。いやー、あと以外の人と同じやな。でこの周りのがね、やっぱり NPC、 さっき言った NPC キャラだから、まあチュートリアル終わったらみんな 手助けしてくれるんですけどね。はい、そうですね、この面はこれで終了という。いやさすが、もうなんか慣れてますよね、動き。いやでもこれがお手軽操作できるんだったら、それ本当発明ですよね。ありがとうございます。すごいな、すごい巨人目線やったね今そうですね、気づかれました。恐ろしい、はい、素晴らしい、なるほど。まあ、1回クリアすると、まあ、戦後の評価というところで。そうですね、戦後評価があって、まあ、自分、はい、ランクとかあるので、そういった成長とかもありますというところで、はい、一通りだからゲームの的な成長的なところ、まあ、武器とかを鍛えたりとか、進化させたりとか、そういったところはいろいろ、ちょうど開発用の素材がこうやって戦、はい、戦闘の結果によってですね、まあ、クリア時間ですとか、はい、まあ、撃破した巨人の数とかによって、いろいろ変化していくと。そこの向こうに楽しみがあるから、で今度はですね、はい、せっかくなので、始めたね今、はい、何始めたこれ、やばい、今人類最強の兵士を使っていこうかなと思っております。まさか隊長リヴァイさん、来たぞ。ダミアさん、間違えた、死なない中の人でしたね。中の人の名前言ってた。ボコボコにされますからね、怒らせたら、ね、まあ、回転切りが特徴のリヴァイ。いや、すごいね、はいはいはい、なかなか真似できないですからね。まだ何体かいるようだ。わぁ、お増援を集めてきました。頑張れ頑張れ、まあ、ゲーム、アニメの再現をしてますので、こういった形で導入部分にもイベントがあったりとか、ゲーム中に至るところにいろんなイベントがあるので、はい、アニメ
とか、まあ、原作大好きな方はこういったところでもなかなか痺れた映像とか見れるんですけど、これって入れなかったんですか。あ、全部取り出してます。すごいなしてか、最高の二度出番ですね、これはね。最高のね。でも、喜んでもらえないと、我々も結構苦労して撮ってるんで。最高ですよ。絶対嬉しい。こいつもこいつも。ゲームはですね、ストーリー上ですね、はい、再現するために自分のプレイヤーのキャラクターがいろいろ状況に応じて変わっていきます。なので今ストーリーの中で被害兵器を、はい、扱うストーリーになってますけど、これ最初はエレン、主人公であるエレンから始まりますし、途中で味方に変わったりアルミに変わったりとかっていろいろ変わっていく形でやっていきますので、常にずっとリヴァイだけでゲームクリアできるかって言ったら実は違う。なるほど、ない。こうやって実際のプレイの時はもう一人ですよね。はい、そのストーリー上で変わっていくこと。そうですね、はい、それやっぱり当然キャラによって強さとか変わってくるんですか。そうですね、もうまさに、はい、ミカサリヴァイあたりは本当に最強の、うん、なんか本当にリヴァイは何となくやってればなんとなくクリアできるっていう感じなんですけど、簡単にアルミンとかなんかは自分でクリアしようとすると非常に大変なんです。その代わりに味方に命令が出せるスキルを持ってますので、味方にやってもらうっていうところをうまく使いながらやるみたいな感じで、命令して面をクリアするようなキャラクターになったりだとか、あとは当然エレンは巨人化して、そうですね、巨人で町ごと壊しにかかりますし、そういったところもキャラクターが変わった時の楽しみの一つかなと思います。今運ばない。ね。すげえな、いっぱい。すげえ。うわぁ、でもこれ、これ本当にこれぐらいまでプレイできるようになったら気持ちいいんでしょうね。気持ちいいでしょう、これは。海原川瀬超えましたよ、完全に。はぁ、すごい、ちょっともう。で、なれるまで。右上にミニマップが出てます。で、まあ、いろいろ演壇、まあ、アニメの方でも演壇上げて、いろいろこう、信号代わりに使ってるんですけども、はい、このゲームでも演壇が出ていて、そこに行くと何かしら、まあ、ピンチだったり、チャンスだったり、いろいろなところが、発生、状況が発生していると思うんですけども、ね、そうですね。右上でびっくりマークが出てるのが、その演壇の場所になります。で、また今も、ここ、目の前に演壇出てます。はい。アンジさん。あ、やばい。集めすぎた。SOS。ね、左からそうですと、やばいよ、やばいよ。で、演壇の中には主任務の他に、今出たように副任務という形で、いろいろミッションが隠れてたりするので、そこら辺はこう、まあ、タクティカル、ハンティング社のタクティカルの部分なんですけども、はい、まあ、ステージの中、いろんなところを行きながら、こう、いろいろ埋め込まれてる、その副任務とかを探して、味方を助けたり、仲間入りさせたいとかっていうところで、まあ、遊んでいただきたいなとは思ってます。なるほど、はい、これ今 PS4 版ですよね。はい、そうですね、はい、すごい謎のシェーダーというかアニメ感ありつつゲーム感もある、なんかそうですねこんなシェーダー見たことないっていうぐらいの感じがプンプン伝わってきてるんですけど、ね、はい、いつもですね、まあ、私結構アニメとかいろいろコラボレーションさせていただいてるんですけれども、はい、まあ、タイトル変わるたびにこの、まあ、IP に合ったシェーダーは何かってことを考えてからまず作ってますので、で今回はだから結局こういうちょっとなんかトゥーンちゃトゥーンだけど、ちょっとそうですね、なんか不思議な、そうですね、ちょっと不思議ですよね。グロさも出なきゃいけなかったりするので、だからグロすぎても良くなかったりするの で、ね、そこら辺どこだってことをいくつか試しながらこういう一番気持ち悪いと思いますかね。 ありがとうございますありがとうございます。最高の思い。最高の褒め言葉。そうですね。気持ち悪いって言っていただけると。だいぶだって。危ない、変わった、変わった。で、三角ボタンを連打して逃げるか、今は味方に、仲間に助けてもらったので、全部押し切らなくても今、抜けられた状況になります。すげえな。てか、死にかけてるんだけど大丈夫。死にかけてるんですか？あ、ほんとだ。ガスも切れてて、ブレードも切れてて、はい、ガスとかブレードはいくつか持てま、できるので、今みたいな形で回復ガスの、ね、交換できます。あ、今のブレードの交換見たかったな。ねえ、これだけ邪魔やな。かき上げてくれんかな。まず散髪して。散髪して。よいしょ。うわあ、すげえ。
巨人の倒れるモーションとかもですね、まあ、V がなくなった時に合わせて自動でモーション計算してこう、あ、落ち方、崩れ方、崩れ方が取ってたりするので、まあ、そういったところもだから、いろいろ、いろんな倒し方してもいろいろ自然に見えるのはそういう理由です。まあ、いわゆる物理学的な。そうですね、はい。そうですよね。ここら辺の、モーションに関しては結構ちょっといつも人間だと小さいのである程度ちょっとごまかせるところもあるんですけども、はいはいはい、巨人やっぱでかいので、うん、ここら辺はリアルにシミュレーションをかけてます、はいはい、いやだからなんか大きさ感じるんですよね。 ありがとうございます。いやちょっと今は壊せてないですけど街もほとんどの街が全部壊せるので、なるほど、さらちにできます街を。すげえよ、ね、うわすごいな。来た来た来た。うわーこんにね、うん、これなんか完璧に捉えるとなんかポンとこうカットインするよね。そうですね、うなじを切った時にタイミングっていうかそれで綺麗に殺せるっていうか倒せる時はそういったような演出が入ったりします。うん、助けていける。のろしまでの距離ですかね。そうですね、はい、ね、そうですね、あと 100m。 やばい、うりゃー、あ、動いた、こんな、あー、巨人のサイズもいっぱいあるから攻撃も大変ですね。そうですね、動きも飛行士的な奴らも結構いるので、うん、倒そうとしてるのに逃げてったりとか、急に動き出したりしますもん ね、 ね、今はリヴァイでやってるので結構対応できてるんですけども、はい、他のキャラクターとかだとなかなか切れなくてちょっとイライラしたりとかっていうところも、まあ、その腕の見せ所なのかなと思います。うわ、今マップの赤い点でいくと、はい、点滅、はい、回転してるのが5つ。それは、あれですね、任務の対象、大型の巨人たちを討伐せよっていうのが左上に任務で出てると思うんですけれども、はい、あれの、討伐対象がミニマップ上で、赤い回転してるのがこの対象の、はい、じゃあちっちゃいドットは何ですか。ちっちゃいドットはですね、普通に巨人なんですけども、ミッション対象というか任務対象じゃない巨人に入ったりとか、あとはビッグマークが出るとその演壇が上がっていて、そこで味方が、まあ、大体ヘルプ信号を送ってきてるっていうのがあります、はい、なるほど。ほら、いただけじゃいた。ああやって味方がちょっとたまにやられてるんですけども、はい、そこからちょっと拾い上げてですね、アイテムを拾ってというようなことも、で味方が食べられた巨人なんかがいたりして、その巨人を倒すと味方が中から出てきてアイテムを落としてくれたりですね、それがちょっと悲しいけど、まあ、仕方ない戦場なんで仕方ないっていうところは一応再現はしてると。なるほど、はい、すごいですね。これもすぐ行こうかな、考えてます、はい、ちょっと どっかで時間があったらゆっくりこうガスの呼吸と触れるのを見てみたいんですけど、組み合わせガスの呼吸の方にずっと怖かったね。え、本当はね、ガス持っていきやすいかね。すごいな、距離の詰め方。そりゃ今回別のステージとかで馬に乗るステージもあるんですけど、ほう、はい、まあ、馬よりも当然一体での方が速いですよね。ステージによってはワイヤーがさせないステージの部分があったりするので、はい、そういったところは平原とかね、そうですね、平原とかは馬で移動して、まあ、周り何もないんで、ここはワイヤー張れない、今ワイヤー張れない、ようできてる、できてる、なんでその辺の位置取りも考えながら、交換機がすごいですね。よく考えたら、うん、人に巨人に刺しながら移動するっていう、うん、そうですね、ある意味そう、巨人がいると、すげえわ、でかいな、時間ですが、お時間がいや、すごい、行きますか、怖いし、すごいし、もう全部物理演算されてて、もうシェーダーも物理シェーダーとかも考えられない世界、これ、これ更地にできるって
そうですね。自分建物が物理演算に基づいて崩れるわけですよね。壊れます。はい。どういうことそれ。なんとか、なんとか倒してくれ。なんとか、ね。もう。どうも、ついでのように。いや、でも、ガス交換しましょう。ただ、あの、しょうがない。ついでにブレードも。あ。さあ。いや、ヤナちゃんがね、アニメっぽさ出すのがね、実は一番難しいのよ。これ、我々何気なく見てるけど、うん、そう、アニメっぽい表現ってね、ほんと超難しいのになろうと思って、全く言ったら別の世界、うん、そうですね、うん、アニメっぽくできてるっていうのはすごいですね。だってこれでなんかうまいこと操作したら、アニメの再現できそうですもんね。そうですね。そうですね。もう煙です。起きた！おおっと読んだ味方を呼んで、みんなガンガン来るのかな。うわ、これ今マップみたいな上に映ったっていう感じですか。やばい、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 やばい。あー、できた。オッケー。基本捕まったらほとんどっていうか、あの終わりにっていうか、ゲームがなりやすいというか、まあ本当に捕まっちゃいけないゲームなので、はいはい、とも茶が早ければでも、そうですね。ただ後半などいった、あ、マニアックだ、3000ポーズ。